はい、すみません。じゃあ、続けてやっていきたいと思います。はい、先生、整理されたっていうのも、そうなんですね。私も、先生投げられながら、例えば、巻き後手投げられた、いわゆる上受け投げでも同じような崩しになる。要は、崩しが同じように崩されて、同じように頭を落とされて、そして外されて投げられるいうところであれば、もう全くそれは同じ系統であれば、もう全く同じように投げられて、いや、なんか不思議と全く同じなんですね。校舎側は、倒れ方もみんななんか共通して同じなんですね、倒れ方が。で、そこで私当時というか、今もまあ先生、バシーとやられて、私、まあ今、あんまり先生に投げられたりとかするのはあんまりないんですけども、若い頃は、ボーンとこう、コンピュータグラフィックスで撮影とかあった時はよく投げられたりしたんですけども、何がどう違ったか言ったらですね、なんていうか、縦回転なんですね、もう。バーンと頭から落ちていくというか、一瞬のうちに崩されたりするか。当時よく私自身が、周りの人に、言ってたのは、なんか、まあ、濡れ雑巾みたいにね、パーンと、叩きつけられるような感じで、で、その当時ですから、繰り返し練習できるためにも、受け身が、できてもですね、板の間だったらとてもじゃない、持たないような状況なんで、マットというのもちょうどできてきて、まあ、今もマットを使っていますけども、で、少林寺拳法は板の間だって言っても、本当にですね、回数をこなして練習しなきゃいけない部分だっても当然ながらあるんでですね、そうなるとですね、マットの必要性も分かったりとかですね、まあ、そういうことで、当時投げられるのがですね、本当に縦回転でこう崩されて、バッとこう投げられたっていうのは、ほとんどそういうのはもう、記憶なんですね。ですから、あちこち、若いながらでもちょっと痛みが出てたりとかいうのがすごく私、あの時の経験で。まあ、その時のですね、なんていうか、コンピューターグラフィックスがあるんで、またそれは、別なところの映像で流していきたいなとは思っておるんですけども、はい。で、先生、そこで整理をされたっていうことで一点ですね、今度は古い先生方いますよね、開祖直弟子の、先生方ということで、先生よりもっとこう、もう、まあ、もうね、亡くなられた先生ばかりなんですけども、その当時、先生、よく昔の話をすると、先生が若い頃、A 先生には A 先生のやり方があるから、A 先生のみ技をこうやったと。で、B 先生が来て、今度指導された B 先生の技を、同じ逆語でも違うから、その先生のやり方をやらなければ怒られるしっていうようなことで、じゃあやってみろって言われてやって、また C 先生は C 先生のやり方があるということで、まあ、言えば個性が技を作ってるんで、先生がですね、ですから、権利体感で整理ができるようになったときに、その古い先生に対する、なんていうか、技の見方だとか、整理の仕方だとか、このあたりは、すごく、理解というのか、本当にこのあたりも整理をされたんかなと思ってですね、この先生とこの先生とこの先生は、ここは同じだとかですね、はい。このあたりどうなんでしょうか、先生。それが分かったんが、やっぱりコンピューターグラスで崩し、はい、外し、で、あとは S 字形だとか、はい、逆方向形、送り系統だとか、いうことが分かって、ドリとか、分かってきて、各先生方はみんな同じ逆方向でも、じゃあ逆方向が送り方向になってないんです。はいはい、そうですね。個性はあるんですよ。取り方、うん、持っていき方、あるいは決め方の個性はあります。でも、うん、そういうところで我々は習う方は目がいっちゃうんですね、違うところに。はいはい。そうするとね、混乱するんだよね。うん。最初の当初、それはね、一体どれが本物の技なんだと。それは返すがそうなんだけど、うん、めったに返すから手取り足取りできる、してくれる時じゃないんで、やはり直弟子の先生方から学ぶというのが我々のほとんど主だったですね。そうすると、うん、やはり、逆後手は送り後手にならないっていうことが分かってきたんですね。そうすると、うん、逆後手の中で、うん、この先生、この先生、この先生の違いはここと。なるほど。だから技の見方もそれから変わったんですね。変わらない部分をまず見ると。これが主流です、その技の。はい。で、変わる部分は、まさに枝葉の部分。ね、うん、根っこや幹は変わんない。それで、うん葉っぱの付き方とか、
枝の部分は変わってくると、はい、そこは個性が出ていいんだなと、このように理解することができたよね。なるほど、うん、そうすると学び方が変わってくるね。どうも俺の技とあの先生なんてしっくりいかないよっていう時もあるんだよ。でもね、うん、こっち、あの初世の関師としてっていううちの部内に言葉がありますね。ここまで習ったのはこっちを置いといて、ね、初世の関師になってその先生に習うとか全部習っちゃう。全部習う。なる。なぜならば取捨選択は後で自分ができるんです。なるほど、なるほど。その先生がするんじゃないんですよ。だから習った自分がこの技をじゃあ抜きから逆に続ける場合はね、こういくとちょっと不自然だよなと、うん、そうするとこの取り方の方がいいんじゃないかなっていう判断ができるんですよ。なるほど。つながりを見た場合、うん、だからその整理が後で自分ができるんだから習うときはもう ABC の先生いたら ABC の先生全部習っちゃう。できるだけ欲張って、うんね、でそれを後で自分がやってるやりやすい技とこうあるいは抜きから逆に考えた時にはこういうつながりの方がいいだろうなとか、うん、いうふうに整理していったんですね。なるほど、なるほど。そうするともう悩む必要ないですよね。なあ、はあ、みんな習っちゃう。なるほど。そうですね。で、それがあとね、はい、試験官やるじゃん。上が段位が、はい、更新だったり、はい。そうすると、いろんな形を同じ技でもする人いますよね。受験生の中で。はい、それを、俺と違うからお前ダメだとか、言うんとは違うんですね。このやり方だったら、こういう理屈だから、こうやったのがいいよっていうことはアドバイスできるんです。なるほど、うん。自分のやり方だけだと、お前違うそれやとかね、いう形になるけども、習った先生がいるんですね、うん、そこには、はい、うん。そうすると、その先生からこう習ってんだったら、この理屈のはずだから、こうや、もうちょっとそこはこうしたのがいいよとか、いうアドバイスができるんですね。なるほど、なるほど。うん、特に本部にあの、いろんな講習会合宿で来る人っていうのは監督がいたり指導者がついてますから、はい、そうですね。人たちを否定するんじゃなくて、はい、そのやり方だったらこういうはずだよっていうね、ことがアドバイスできるようになったんですね。なるほど、なるほど。うん、で、まあ、否定言うのはないですからね、否定する人ではないんで、その人のやり方や教わり方がありますから。そうですね。はい、なるほど。だからそういう意味では、指導法も変わってくるし。なるほど。ええ。うん、この人、その剣士を見たときに、あ、ここを直してやったらいいなとかね。全部俺の真似しろであっていいわけですよ。なるほど。ええ。だから、必ず、ここのところ、そうだったら、ここのところ直したら大事だなとかね。うまくなるなとかね。うん、いうことが見えるようになってきたね。なるほど。そうですね。あと先生、その今先生いわゆる指導だとか、あるいは人のこの技を見て、パッとこう、ここをこう直して、で、ここは、こういうふうにしたらいいよというようなことと、まあ、アドバイスもそうなんですけども、権利体感が始まる前っていうのは、特に、自分は指導する場合、あるいはその当時、主に指導の内容といえば、主者側の動きばっかりをこう言ってた時代があったと思うんですよ。手はこうしろとか足はこうやれとか、なんていうか肘をちゃんと立て、いや、これは大事なことだと思うんですけども、自分しか見てなかったっていうのがあるんですよね。我々が先生からね、技を習うような時に言ったら、先生の動きばっかり見てるわけなんですね。手が赤か、足が赤かね、その当時の、まあ、いろんな先生方は、一生懸命教えてはくれるんですけども、肘はな、こうやって立てよう。絶対大事なんですよ、これはね。肘は立てようとか、これは腫れようとか言って、いろんなことを教えて、足さばきはこうだよっては教えてはくれるんですけども、でも、一番の、そこで、問題だったのは、相手を見てなかったっていうのがですね、当時、相手の、まあ、先生よく言われている、相手の肩が
ジョイントだから肩を見れよとか、相手の姿勢は崩れてるかどうか見れよと、相手が崩れる方向に、まあ、例えば、作りをこうやってやるんだよとか言って、要は相手に、相手をどう操作して、どうすれば相手が倒れていくのか、投げられていくのかっていうのがあった上で、自分の足さばきがあったり、手さばきがあったりとか、そういうのが、出てくると思うんですけども、これが、まあ、私にとってもですね、すごく大きく変わった要因かなとは思ってるんです。相手を見ろっていうようなことがですね、はい。あれもこの、議論の中で、会議室で、はい。相手をどうしたいのかっていうのが技術だから、はい。だから、相手を見る必要があるんじゃないかっていう形になってたよね。それで、そうですね。相手をこうしたい。だから手足はこのように動かしたのがいいとかですね。いうことになってきたと思うんで、うん、あれは非常にこう視点を変えたっていうね。組手主体でやってるんだけども、うん、常にかける方とか、守る方の人間の形ばっかりいろんな説明された記憶は確かにあるんですね。じゃなくて、相手がこういう攻撃が来る場合、ね、この相手をどういうふうに制するのだと。そのためにはこうする必要があるっていう。感じに変えてった、うん、常に相手を見るっていう、ここはもう視点が全然ガラッと180度変わってしまうと、これ非常に自分ですね、うん、あれはね、うん、役に立つ。そうですね、うん、そうですね。だからよくその当時変わってきたのが、相手がどうなれば、先生今言われたどうなればいいんかっていうことをみんなにそこを視点にしてですね、それでまあ指導が変わってきたっていうのがすごく大きいと思うんですよね。はい。で、先生よく言われるように、まあ肩をどうしたら、なんていうか、崩れる方向に持っていくとか、落とす方向に頭を落としていくだとかっていうようなことで、相手をこうすればいいんだから、こうやって動けっていうようなことを、まあよく当時、先生指導校がそういうふうにされてたなというのはすごく思ってですね。ほんで相手のそれこそ相手が倒れていく、投げられていく動きが、皆さん同じになっていくんですよね。その、私も A 君も B 君も C 君も同じような形で投げられていくのが、まああれもある意味不思議だったなと思うのと、でもまあ人間は結局そうして倒れていくんだとかね、いうのも当時分かってきたかなとはすごくこう思ってるんですけども、はい。ただ崩し落とし外しも含めて、落とされた時って、私いつも使う言葉、はい、鉄棒の前回り。前回りですね。大体、はいはい、帯締めてると帯のあたりね、小学校だったらぐる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 回るじゃないですか、鉄棒で。はいはい、はい。あれと同じですね。頭が下がれ、足が上がってくると。それに手が、片手か、もろ手か、まあ両手取られてると、ひねりが入るね。なるほど。鉄棒の前回りにひねりが入ったのがうちの投げと。なるほど。いうような、ほとんどの技がそうなってるんですね。だから投げられる方は、同じ形になってくる。なるほど。大体ね。そんな気がしますね。そうなんです。先生に投げられた時のその記憶というのは、本当鉄棒の前回りだったんですね。シュッとこう、ちょうどこう、こうなってたら、なんかここを基準にして自分がちょっと飛んでいくような感じで、ここをこうやって飛んでいくような感じでなっていくんで、ええ。で、最終的にはここが締められてるっていうか、きっちりとなってるような、そういうような感じですよね。はい。もうすごいなんていうか、まあ、一番最初に言った縦回転っていうのは、もうそういうところから縦回転になってんかなと思って、一瞬のうちに投げられて、一瞬のうちに倒されてっていうかですね。はい。で、本当に、鉄棒の前回りというような感じが、すごく、当時、思い出した時はしてます。で、先生、権利体感が始まって、で、86年で、そして一旦解放で区切れたのが、92年に1回、まあ、権利体感というのを一応終了はしてて、で、ですが、それからですね、ずっと研修会はもちろん続いてますから、指導者も。